はい、皆さんこんにちは。元気なおじいです。さあ、今回はね、こちらを紹介したいと思います。 HDMI バージョン 2.0 スプリッターということで、今回はね、解像度調整機能がついております。で、和入力通信録のスプリッターになります。で、前回ね、こちらのスプリッターを紹介させていただきました。で、こっちの方はね、この解像度調整機能はね、歌い文句にありませんでした。今回紹介するものはその機能があるみたいです。で、電源不要を歌ってるんだけども、電源がないと映らなかったです。 で、これはね、嘘書いてあるわけではなくて、デビューを見るといいものと悪いもの多分出てくるんじゃないかなと思います。元気なおじいね、もうこのスプリッターに関してはもうかなり昔の時代からいろんなものを試してて、もうスプリッター博士と言われるぐらいね、おじい詳しいです。で、おじいが今最終的に使っているのはこれで、まあ、いろんな案件でも紹介した当たりがあるんだけれども、これは本当ぶっちゃけ Amazon で600円台で買ったやつです。これね、過去の動画に残ってます。で、まあ、当たり外れがあるので、その当たりを探して、一発で買うっていうおじいの買い方です、ね。で、その手間暇かけるのが嫌な方は、当たりを立てる転売屋さんから買えばね、実際に買える商品になります。で、まあ、今回の商品はね、この電源なしで、ね、自動切り替えできますよという商品だったんだけど、それができなかった。なぜかというと、同じ販売店さんが仕入れているものでも入荷時期の中身が全然変わっちゃいます。これね、見た目はね、すっごい全く同じものがあります。で、あと微妙に違うものが何種類もありますね。でも中身が違うんです、これね。だから、この出品者さんは、最初に入れた時はちゃんと電源オフでも使えるものを扱ったんだけども、仕入れの時期によって中身が全く違うって、まあ、そういうことです、これね。で、嘘とかインチキとかそういうものではないです、ね。そんなわけで、このスプリッターと同じショップさんがもう一つね、送っていただいたので、こちらの方を開けたいと思います。で、実はね、元気なおじいね、これの紹介で声をかけていただきました。それでおじいは見て、和入力4出力があったので、それを希望したんだけど、なぜか届いたのは和入力10出力で、これと同じような内容になってますね。って感じでね、まあまあ、でもまあしょうがないかって感じでね。はい、こちらの商品になります。一応どんな内容なのか見ていきましょう。でーん、はい、今回は AB 機能といって和入力通信録の製品なんだけれども、この機能はどんな機能かというと、この例えば2つの異なる解像度のモニターで通信録した場合、低い解像度の方に合わせて同じ解像度で出力するというね、そういう機能が、この、これ何、エディット AB 機能っていうのを、ね、何て読むのか分かんないけど、その機能を出そうです。で、これはね、ちょっと文字がちっちゃいかもしれないけども、ビデオ出力の解像度に応じて、ディスプレイの解像度を自動的に調整することです。ユーザーはインターフェースしたい PC に合わせて、出力機器の解像度を調整する手間がなく、機械が自動的に2つの異なる解像度の品質を同じ解像度に設定してくれます。ということになります、これがね。はい、そんなわけで、この好きなものを和入力したら、通信録同時にできますよというものになります。はい、で、今回のね、製品もね、これ 4K 対応なんだけれども、電源不要とはどこにも書いてないんだね。今回のものは電源が必要なのではないかなと思います。で、まあ、これもね、ここのところを見ると、ちゃんとこのね、ポートの優先っていうのがあるんだね。で、出力が1、2ってあるんだけども、出力1がディスプレイに接続されている場合、2台目のディスプレイに接続されている出力2には1の解像度が適用されます。で、出力1の接続が解除されると、出力2に合った解像度を選択できます。で、これが A なんだね。で、B だとミックス。すべてのディスプレイに映像ソースを映し出すために、出力2に接続されているディスプレイの最も低い解像度が
適用されます。だどちらか片っぽの低い方に合わせますよという、この A と B とどちらかを選択することができるということになります。はい、それではね、実際に開けてみましょう。こちらね、よいしょ。今回は、まあ、パッケージ、まあ、日本語はねどこにもありません、ね、よさあ、よいしょと、お、はい、こんな感じですね、横長タイプになります。それで、箱の下を見てみると、はい、こっちのバージョンとね全く同じですね。はい、電源供給用の USB ケーブルね、これが付いております。そして、マニュアルで、こっちが英語のマニュアル、あれ反対ないな、ちょっと待って、これマルチランゲージ、ジャパニーズランゲージ、どこにあるのかな。ではね、うん、後半がジャパニーズランゲージになってます。日本語で書かれておりますね。一応マニュアルは安心合格です、これね。はい、じゃあ実際に本体を見てみましょう。よいしょ。はい、こんな感じでね、見た目はね結構かっこいいよ。でアルミでできてるから放熱性にも優れてるね。で結構ね、熱持ったりするから、夏場なんかね、扇風機なんか当ててね、冷やすこともできます。はい、で裏側はこんな感じ。はい、でこれね、ここに全部ね裏側に集中してるね。でこれが電源供給、そして入力のインで、出力の1と2があります、ね。まあ、簡単だねこれね。ということで早速使ってみたいんだけれども、ちょっと待ってね、うん、ここの切り替えが、これがね A と B とね、これがあるわけです。 A と B、 これね、うん、ここで切り替えだよね、これね、ボタン、これだね、これカチカチだね、これね、押すんだね、これね、カチカチになります。そうするとここで A か B かランプがつくようになるね。はい、でここがディスプレイになってますね、こんな感じなんだね。結構かっこいいねこれね、うん、はい、まあ、コードがちょっとな、こっちまで伸びないからな、ちょっとな、うん、はい、じゃあ実際にちょっとね使ってみたいと思います。出力の B と A をつなげて、でもう全然見えないんでね、違った白黒の絵とかが、よいしょ、うん、はい、白黒を今ね2つつけました。で入力にして、で一応念のために試してみるけど、でもランプが何にもつかないので多分ダメだと思います。電源供給ないと、電源供給なしで使えなくて、どこにも一言も書いてないんでね、おそらくダメだと思います。これそこにあるかな、よいしょ。はい、今電源供給のない状態でやはり画面はね映っておりません。よいしょ。それではね、実際にじゃあ電源供給をねしてみたいと思います。ちょっと待ってね、よいしょ。はい、じゃあ電源さします。どこ、ちょっと待って、ケーブル共通じゃないんだ、ちょっと待ってね、ケーブルがね違う、共通じゃない、よし、タイプ B なんで専用になってた、よいしょ、
変だな。はい、これで一応ね、今入力したので、画面が出てくるんじゃないかなと思います。で、今ここ見ると赤いランプがね、アクセスランプがついて、うん、はい、このようにね、両方出てきました。さあ、これで音声も出るかどうかね、ちょっと確かめてみたいと思います。解像度が、そうだね、こっちがちょっと荒いけど、こっちが1080p なので、これに合ってるのかな、多分。不安定。画面が切れた。じゃあちょっともう一回 AB ボタン押してみる。ちょっとリセット、 AB ボタン A と B を、ね、入れ替えました、うん、あのもう一個のやつだとね、片っぽに合わせる。でこっちは今自動です。だからこっちに合わせてこっちを出そうとしたのかもしれないよね、うん、はい、AB モードの片っぽを切り替えるとこのように使うことができるけど、消えちゃうね。不安定だね。お？あれ？不安定だね。すごくね。不安定です。それじゃあね、あ、こっちが切れちゃったの？うん、ちょっとこれでは、元気なおじいのとこでは、ちょっと使い物にならないですね。あまり品質が良くないかな。もうスプリッターもものすごいたくさんあるんだけど、ここまでのものはちょっとあんまり見たことがないけど、これはおじいの人生の中でこんなに外れは見たことがないっていうね、うん、まあ、しょうがないね。おじいはどうしても正直レビューしかできないね。よいしょ。じゃあちょっとね、先ほど紹介したこちらのバージョンに切り替えて、おじいのこの環境がおかしくなったのかどうか、どっちが悪いのかをちょっと確認してみたいと思います。よいしょ。はい、これで復活するかな、どうかな。はい、今度は切れません。はい、ということで、今見ていただいたように、これは完全に機能性能の違いだね、うん、最初に紹介したこっちの方はきちんと使えるけれども、こっちの方は同じ使い方をしても実に不安定ということが分かりました、ね、はい、そんなわけで、まあ、ガチ検証はここまでにしたいと思います。よいしょと。
はい、じゃあね、今回紹介した女もね、一応案件なので、ちゃんと最後までね、紹介したいと思います。ね。まあ、それでもね、興味のある方はいると思うので、もしよかったらね、この動画の説明欄にリンクがあるので、お値段を一緒にね、見ていきましょう。じゃあ、今回紹介したスプリッター、お値段の方行きたいと思います。せーの、ドーン。はい、ということで、お値段の方は4699円です。それで、プライム会員に入っていると705円の割引になるので、3994円になります。で、今 10% オフのクーポンがあるので、なので、まあ、469円ぐらい安くなるのかな。これがね、さらに。なので、プライム会員に入っていない方は、4200円前後ぐらいかな。多分ね。それで、プライム会員に入っている方は、ここからまたさらに400いくらぐらい、まあ、3500円ぐらいで購入できるのではないかなと思います。で、まあ、1159個の評価があって、まあ、星が4個なんでね、やっぱりこれも当たり外れがあるんではないかなと思います。まあ、スプリッターを買うっていうのはね、本当これぐらい大変なことです。これね。なんで、まあ、本物の当たりを探すっていうのはね、結構大変なんだよ。で、おじいは一発でね、プライベート購入の時は一発で、まあ、努力をして購入するんでね。まあ、興味のある方は、過去の動画を見て、ただ、おじいの当たりの出品者さんは、もう販売してないからね、これね。はい、そんなわけで、まあ、興味のある方は、この動画のリンクからね、まあ、詳細をまた見てみてください。はい、ガチンコの紹介でございました。参考になった方はね、グッドボタン、教えていただければ、おじいもありがたいなと思います。まあ、一人でも多くの方がね、まあ、見て、ああ、こういう仕様なんだね、というのを一応見ていただいて、まあ、勉強してください。であと、この下にこうラインナップが、まあ、いくつかあるので、製品自体はね、いくつか、6種類ぐらい確かあったと思うので、ね、その中でまた当たりが含まれているかもしれません。ロトによってね、参考にしてください。というわけで、最後までご視聴いただきありがとうございました。またね、バイバイ。